ども、いずれにしてもですね、まずは言えることは、その吉田の岩さんの価値を上げていくと、いうことですね。で、これ、具体的にどういうことかが言えるかというと、例えばですね、僕が今、取り組もうとしている、豆さと速さっていう部分ですね、豆にことを起こす、行動する、で、それをスピーディーに行動に移すっていうことですね。で、そのことをですね、例えば実践していきますよね。というかもう、実践はしているんですけどね、過去ね。で、そうしたときに、例えばうちの会社の方にですね、あ、吉田さんって、豆ですね、みたいな感じで言われたりとかですね、まあ、例えば取引先の会社の人にですね、いや、吉田さんの仕事スピーディーだわな、やっぱ、吉田さんに頼むといいなっていうふうに言われることではですね、ダメなんですね。それではですね、その程度ではですね、人からお金を取ってですね、僕がスピーチしたりとかですね、アドバイザーとして話したりとかですね、そういったことっていうのはですね、ちょっとできないと思うんですね。そうではなくて、実績ですね。完全なるですね、客観的に、見てですね、確実に実績が上がったっていうことがなければですね、説得力もあんまりないんじゃないかなと思うんですね。で、僕がですね、まだですね、そんなにネット上でそんな公表とかあまり大きくできないんですけれども、今やっていること、まあいろいろありますね、その YouTube のこととかですね、いろいろありますけども、そういったことで、明らかにですね、数字が上がったと、数字を上げていく。例えば、まあ YouTube で言えば今、登録者は、今、1800何人とかですかね、はい。これだったら、例えばですね、まあ、2000人はもうね、到達すると思いますけど、5000人、1万人、2万人となっていくとかですね。あるいは再生回数が今何回ですかね。もう最近数えてないけど、まあ、3000回、4000回ぐらいですかね、1日。ちょっとわかんないんですけど、それをですね、1万回、2万回、ね、5万回、10万回にしていく。で、それを、が達成したらですね、客観的にですね、数字的に誰が見てもですね、実績として見れる。